10分ぐらいですかね、室温に戻しておいてください。じゃあグルテンチェックしましょう。まあ生地に巻き込んでいくような感じです。余分なねクリームを取り除く。どうもダルマテリアシェフのチロです。今回はですねマリトッツォのご紹介です。今回ご紹介するのはローマの古典的なレシピを元にして作ってます。なので他のね YouTuber さんとかがご紹介してるのとはちょっとだけねテイストが違います。その料理の解説の方をね後半にやってますんで、もしよかったらそちらもご覧になってください。それでは早速いきましょう。どうぞ。はい、それではですね材料紹介していきたいと思います。まずは小麦粉、バター、ミルク、お塩、お砂糖、ドライイースト、卵、レーズン、こちらあらかじめねラム酒で漬け込んであります。紙で水分を拭き取った状態になっています。小さなお子さんとね一緒に召し上がる場合はお湯を使ってレーズンを戻せばいいと思います。松の実、生クリーム、クリーム用のお砂糖です。以上です。まずはボウルに粉を入れます。イースト加えます。お砂糖、お塩、ミルクもね加えちゃいます。そして卵を入れます。はい、ではねこれしっかりと合わせてねひとまとまりにしていきましょう。では生地の方ね練っていきたいと思います。だいたい20分ぐらいですかね、しっかりね練り込んでいきます。こんな感じでね手前から向こう側に向かって伸びるようにね塗っていきます。はい、ではね生地がこんな感じに滑らかな感じにね仕上がったらですね、ちょっと生地伸ばしていってバターを加えます。バターねこれ室温に戻しておいてください。ではね中にね練り込んでいきましょう。こんな感じでちょっとね半分ぐらいにして、また折り込んで、でこのままね練っていきます。最初はですねまとまりづらいんですけれども、練り込むうちにね徐々にまとまってきますんでね、ここは根気よくいきましょう。はい、生地がねまとまってきて、じゃあグルテンチェックしましょうかね。薄く伸ばしてこうやってね穴を開けなければ OK です。それではね生地をこういう感じで伸ばして、ラムレーズンね、あとは松の実もねこんな感じに入れて、まあ生地に巻き込んでいくような感じですかね。中にねこういう感じでロールしていって、また縦の方をロールしていって、この状態で練り込んでいきます。はい、ではね練り上がったので、このままねボウルに入れて発酵させていきます。それではですねクリームの方をね作っていきたいと思います。まずはお砂糖で生クリームをね入れます。はい、これでねホイップしていきます。こんな感じにねもうしっかりと泡立てちゃいましょう。はい、ではですね1時間ほど経ちました。ではねフィンガーテストしていきます。ね、指に粉をつけて生地にね指を刺して、こういう穴ができて、これが戻ってこなかったら発酵ができてる証拠になります。5等分ぐらいにしましょうかね。はい、それではね生地をね丸めていきます。外側の生地を中心に向かってね引っ張るように丸めていきます。こんな感じですね。最初にねこうやって手のひらで潰してからやるとねやりやすいかもしれないですね。こんな感じに丸めていきます。卵塗っていきます。はい、ではねこの状態でベンチタイムに入ります。はい、それではですね、二次発酵が終わりました。このままね焼いていきたいと思います。今日は190度で約12分ぐらいですかね、ちょっとねオーブンで焼いていきたいと思います。それではオーブンに入れます。
はい、今日は190度で約12分ぐらいですね。スタート。はい、ではね、生地の方が焼き上がりました。こんな感じです。それではね、粗熱を取ってクリームをね、中に詰めていきたいと思います。まずはこれね、半分に切ってね、こんな感じですね。よいしょ。で、この中にクリーム詰めていきます。パレットナイフを使って余分なね、クリームを取り除きながら形を整えていきます。こうやってね、粉糖をたっぷりと上から振りかけて、はい、いかがでしょうか。マリトッツォ完成です。いかがだったでしょうか。マリトッツォの作り方でした。あと生クリームを使うっていうのも最近のね、傾向があるみたいです。ローマの本当のクラシックなレシピを紐解くとですね、こう今回もやりましたけど、松の実とドライレーズンが入るってね、オレンジの皮だったりとかバニラビーンズ、生地にね、練り込むっていうことをやる本場のシェフもいらっしゃいます。このバターの皮にオリーブオイルを使うっていうのがマリトッツォの特徴になってます。なのでブリオッシュとマリトッツォの違いっていうのは、まあバターの代わりにオリーブオイルで、プレーンの代わりにレーズンとか松の実が入る、あとはオレンジピールとかバニラの風味、あと蜂蜜をね、結構使ったりするシェフもいらっしゃいます。ここが大きな違いになります。で、このね、マリトッツォなんですけど、本来は朝食ね、朝に食べるっていうのが本格的な食べ方です。ちょっとね、イタリアの文化的なものがあるんですけど、まあ最近ローマとかではどうなんだろう、レストランとかでもね、デザートとしてお出しするのがあるのかな。自分がイタリアにいる頃は、朝仕事行く前にバールに行って、このマリトッツォとカプチーノね、これを食べて、さあ今から仕事に行こうってね、こんな感じでやっておりました。なので自分の中ではね、デザートっていうよりも、まあなんか朝食の一つっていう感じですね。まあ知識の一つとして覚えていただければいいかと思います。はい、ではね、本日は以上になります。最後までね、ご視聴いただきまして本当にありがとうございます。他にもね、いろんな動画上げてますんで、よかったらそちらの方もチャンネル登録していただいてですね、ご覧になってください。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。本日もご来店いただきまして誠にありがとうございました。